好きです。好きです。ラミカのこと好きよ。いやはい、じゃあもう早速みんなに電話かけていきたいと思います。で最初に若葉くんにかけていこうと思います。うわ、どんな反応するやろ。若葉くんかけます。もしもーし。おはよう。お疲れ様です。スプラやる？好きです。スプラやる？あ、好きです。スプラが？好きです。それは大事な人に言いなさい。めっちゃ好きです。あ、俺も家族みたいに。そうです、めっちゃ好きです。俺も好きよ。お、俺も好きよ。てってりー。実はアミカの検証をしていて、うんうん、もしも電話かけて急に好きと言ったらどんな反応をするのか。どういうこと。で、若葉くんは好きな人に言いなさいって、言って、はい。ラミカのこと好きよ。いやー、みんなジュキー、ありがとうございます。ありがとう。思ったんとちゃう反応でアミカおもろかった。スプラのお誘い。そう、スプラ好きですって言ってる。またスプラやろう。またしましょう。はい、ありがとうございます。若葉くん来たということで、アマリゾくん行きたいと思います。好きです。もしもし。好きです。アミン、アミンどうした。好きです。好きです。コート欲しいのか、お小遣いか。好きです。え、お小遣い欲しいのか、アミかな。うん、また今度なんかジュースでもこうたるわ。好きです。アミか。好きです。なんかね、それしか言われへん。魔法でもかけられたか。好きです。おお、あ、トドにモテキ。好きです。あ、それは、あ、その好きじゃないね。うん、その好きじゃない。やっべー、ちょっとよ、そやな。お肉好きです。チーズ、あ、好きです。ごぼう、好きです。猫好きです。冬の雪の中でこうやってこう滑っていくスポーツ、あー、スキーです。好きです。はい、それです。はい。好きです。どういうこと？あまりざく。はい、今回アミカはなんで出ましたか、わかるでしょうか。あまりざくんが好きですってボケさそうとしてきたところで、ネタバレというものをしていきたいと思います。え、これね、YouTube？ アミカ？はい。あの、好きですって10回言ってみて。好きです、好きです。好きです、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 好きです。次回じゃん。はい、じゃあ次 MC 行きたいと思います。 MC は普段から好きって言ってるからな、どんな反応するんかめっちゃ気になるんですけど、多分、あ、けど急に言われたらあれかな、びっくりするかな。じゃあもう MC かけていきたいと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ。どうした。好きです。うん。ん？好きです。うん、俺も好きやで。どういうこと？ああ、好きです。うん、好きやで。え？めっちゃ好きです。俺もめっちゃ好きです。はい。究極に好きです。うん、じゃあ俺それの倍以上好きかな。ああ。あふれんくらい好きです。ありがとう。ああ。好きです。心から好きです。好きが溢れてます。もう好きすぎてたまりません。アイラブ MC。ありがとう。何やね。急にどうしたいの。はい、今回YouTube 撮っておりました。あー。イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。わー、次どうしよう。タロシャ行こっかな。ふざけた反応してくる予想めっちゃ急にタロシャモード入りそうやけど、ちょっと、次タロシャ行きたいと思います。お、お疲れ様です。お疲れ。
好き、好きです。え、好きです。俺も好きやね。もう何ででも例えれないくらい好きです。おお、お、どうした。これはこれはアンティに報告した方がいいのかいいのだろうか。好きです。どうしよう。うん、ちょっとこれはアンティ、アンティ助けて。タロちゃん、タロちゃん、アミカ、アミカ何 YouTube 撮ってました。あ、 YouTube 撮ってたの。うん、うん、え、待って待って、終わり。え、タロシャもっとなんかタロシャワールド入ると思ったけど、普通普通でした。うん、やばいやばい、一番おもんないやつやん。放送中止で、ええ、放送中止で、あ、ちゃんと放送していただきます。はい、じゃあ次、オトハちゃんにかけていきたいと思います。これ、みんなには家族として好きとか言ってたんですけど、オトハちゃんには、ガチの方の恋愛としての好きっていうのを言っていきたいと思います。まあ、検証っていうか、これはドッキリなのかな、オトハちゃんの場合。オトハちゃんは、ガチの方で好きって伝えたらどんな反応するのか、もう早速検証していきたいと思います。お疲れ様でーす。これ、おとちゃん、あの、実は言いたいことあって。お、なんや。好きです。ずっと前からもう好きでした。俺の方がずっと前から好き。それより前から好きでした。俺好きっていうより大好きやし、愛してる。もう愛してる。声とも愛してます。え、どこが好き。性格、顔、ルックス。うーん、これガチの方の好きです。ガチ、俺もガチ。I love for you, fire, Amiya, Amika. お、おとちゃん。おとちゃんやで、どうした。家族として好きと言ってると思ったんか、あのガチの方と思ったどっちやと思いました。普通にいつもチョキチョキ言ってくれるやん。あー、これはアミカが悪い。おとちゃんにだけメンバーとして好きじゃなくてガチの恋愛の方で好きって伝えたらどんな反応するのかをしようと思ったんですけど、おとちゃんには通用しませんでした。だってガチで俺のこと好きなわけないやん。好きやし、ファミリーオブラブオブラブやもんな。ファミリーオブラブオブラブやもんな。こうしてこの世界にまた一つ新たなトリビアが生まれました。はい、次なんですけど、エンちゃんにかけていきたいと思います。いや、エンちゃん多分やけどママ目線みたいによかったねとか言いそう、めっちゃ。もう早速エンちゃんかけていきます。もしもし、お疲れ様です。ちょっと待ってな。はい、お疲れ、どうした。お疲れ様です。お疲れ。好きです。うん、知ってる。あ、好きです。うん、知ってる。心の底から好きです。この世の誰よりも好きです。うん、私も好きやで。雪で滑るものは好き。あ、嬉しい。好きか。好き、ありがとう。好きです。何よこれ。あ、何よ。YouTube 撮ってました。あ、え、アメカブ？あ、48。そっち。ある検証してました。好きってずっと言い続けてたらどんな反応するか。お、めっちゃピンポイント。かわいいね。私も大好きやで。会いたい。チョキ、チョキ、チョキ。チョキ。じゃあ他にも頑張れ。うん、大好き。大好き、バイバイ。バイバイ。はい、じゃあ最後にこたつくんに電話していきたいと思います。ちょっと待ってな。今ちょっとお手洗いおるから。うんこだな。こたつくんから電話来ました。はい、はいはい、どうした。好きです。え？好きです。好き？心から好きです。え、どんだけ好きですか、僕のこと。地球上にいる誰よりも好きです。おー、いや、僕は宇宙にいる誰よりも
あなたの言葉好きです。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 なんでこれ何のゲーム？好き好き好きです。僕も好きです。あ、好きです。はい、銀河超えて好きです。銀河超えて好きなんですか？はい。あら、まあ、今日じゃあ一日頑張れますわ。こそつくん、YouTuber って知ってますか？YouTuber って知ってましたね。どういうこと？普段好きって言わないアミクが好きっていうことは？なんやもうなんや企画っすかこれ。ポエト最年少のアミクが電話で急に好きと伝えたらどんな反応をするのかっていう検証でした。なるほどね。はい。なんや普通に好きって言ってくれたな思ったわ。最初のニヤニヤした笑い声でもう笑い笑いそう。ちょっとバレてる？バレてる。ちょっとニヤニヤしてニヤニヤしてたもんまあ大丈夫。じゃあさ、じゃあ最後にさ、はい、謎謎あるんや。ほうほうほう。10回好きですって言ってみて。いきます。うん。好きです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 。ありがとう。ああ好きだ。もうこたつくん。どうしたら異性として意識してもらえますか？彼氏がいます。でも冷め気で別れたいと思ってます。おっぱいってそんなに大事ですかね？おっぱいは大事だ。お前ら金融世界を救うぞ。